メンズ宿毛矯正の説明をしていきます。こちらビフォアの状態でかなり髪が太めで癖が強いお客様です。まずは根元側の薬剤を塗布していきます。昔は酸性宿毛矯正をよくやっていて、でアルカリの矯正に、来てですね、まあ、中性などやって、でまた最近は酸性に戻ってます。酸性でもですね、内容を変えるとほぼほぼ伸ばせない髪はないので、仕上がりやはりですね、酸性の方が柔らかくて綺麗なので、検証した結果やはり最近は酸性に戻してます。根元の薬を毛先の方に移行させていってますね。一剤がついてないと伸びないので、一剤はしっかり全体に均等にですね塗布できているかやっていきます。まあ襟足の方はちょっと少しつけてますが、アイロンを入れません。毛髪の強度をしっかり見て、流していきます。こちらはモモンガミストコートというコート剤で、これをつけてからアイロンを入れてますね。はい、ではアイロンなんですが、アイロンは基本的にほぼね、このダッカールでブロッキングもせずに、もう表面の方から最近は入ってます。はい、ブロッキング取らなくても全然できちゃうので、ロングの方でも結構最近はブロッキング取らないですね。上から入ってきますね。はい、このような感じでイヤートゥで止めたりもせずに、やるところからどんどん、やっていきます。表面からやってどんどん下に行くような感じですね。はい、アイロンの温度は180度でしております。上からやる理由としては、なるべく水分量が多いうちに表面をやっておきたいので、こちらモモンガミストコートを全体につけて、ドライヤーを当ててですね、ちょっと濡らして癖の戻りをチェックしてます。ここで戻るようだったらもう一度アイロンをその部分だけ入れてます。チェックしてる感じですかね。でここで OK だったら2剤に行くというような感じにしてます。まあ、結構メンズの場合はですね、2剤前に1回カットしちゃいますね。これまだ乳液つけてないんですが、カットしてます。まあ、宿毛矯正の場合ですとノーテンションで、ダブルコーム、コームを2個使ってカットしていくんですが、指で押さえちゃうと結構自然じゃなくなっちゃうんですね。なんでコームでノーテンションで自然に落ちる位置でカットしてます。横すらのエレベーションでカットしてますね。はい、こんな感じでカットして、展開図を頭に浮かべて横すらでカットして、毛先はチョップで隙間を開けていきます。このような感じにしてます。サイドはちょっとバラバラにしてる感じですね。またモモンガミストコートをこれを乾かす前につけて、仕上がりはこんな感じで、これ乾かしただけの状態ですね。はい、でこの状態で、見てもらうと分かるんですが、結構根元が自然に伸びて、このような感じにナチュラルな仕上がりになってます。結構強めの癖でも伸ばせます。